怖に怯えたわらべのようだ。あの集落だな。訪ねてみるか。赤い傘の杉を知っておる者がいるはずだ。そこもと、女を探しておる。名は杉だ。何なのさ、知ったことじゃないよ。煙が。何が起きた？おびただしい火の矢が船から飛んできやがった。その船は蒙古に寝返った海賊のものだ。ある女が奴らを止められる。名は杉。赤い傘が印だ。知らないな。槍の跡だ。新しいな。あんた何してる？父上は私をかばって息子を守るため戦で死んだのだ。無念はない。それがモノノフ。これからはお前が意志を継げ。自慢の子となったでしょうか。あんた何してる？ああ、女を探しておる。赤い傘の杉だ。隣に夫婦が住んでた。男は三平、女は知らん。助かった。まだぬくい。人が住んでおった。私に用があるって何？害するつもりはない。ジンと申す。ことづてがある。集落を襲った船は山猫という海賊のもの。共に奴らを倒そう。私の居所知られてた。離れよう。集落のためだ。やだ、やめて。何も知りません。遅かったか。荷をまとめて、私が戻るまでに。あんたは来な。待ってるからな。無理はしないようにするよ。どうせ無理ばかりするくせに。
杉、山猫様がお呼びだ。セーベ、使いが上手くなったじゃないか。ふん、俺らは猛虎と手を組んだ。じきに島中の海賊を震え上がらせるぞ。皆殺しだ。強いな。ついといて。山猫の一味は慎重で、兵具も多い。船を止める時と場所も定めてる。なぜ知っておる？一味だったからね。私が止めなきゃ山猫は容赦がなかった。三平に会ってその務めが嫌になったんだよ。でも逃げ切れるわけがなかった。奴らの港を言え。俺が行く。一人で行くなら私は降りる。では結託するほかないな。立ちさばきを見て奴らを出し抜ける案が浮かんだんだ。でもその前にあいつらの巣を調べる。西の海辺に村の跡がある。そこで会おう、ブーンを。あんたも。